皆さんこんにちは。環境省の浮体式洋上風力発電広報アンバサダーの五十嵐美希です。前回は風力発電でなぜこの羽ブレードが回ると電気を作ることができるのか、電磁誘導など学びながら検証しました。なんとクリップがこのようにたくさんくっつきました。めっちゃ回るよでここまでは普通の風力発電についてですよね。ただ今回面白いのは、長崎県五島市にある風力発電は海に浮かんでいるんです。で本物はですね、これよりもっともっともっと本当に大きいものなんですけれども、あれどうやって海に浮かんでいるのか、今回は実際に実験をしてみたいと思います。さあとっても楽しみです。それではレッツサイエンス。では長崎県五島市にある風力発電はなぜ海に浮いているんでしょうか。ちょっとこちらをご覧ください。普通この山の上とか陸上にある風力発電は、まあ、このような形をしていますよね。じゃあ海の中で風力発電を建てるにはどうしたらいいかということを考えてみます。この浅い海のところだと、まあ、このように風力発電を削床式といって実際に地面に取り付けることができますが、ここでポイントなのは、日本はこういった形の海が少ないんです。どうなっているかというと、このように最初からどんどんね深くなってしまうんですね。そうなると浮いている浮体式という状態がいいのではないかということで、現在注目を集めているんです。これなぜバランスよく倒れずに浮かぶかと言いますと、釣りの浮きの原理と同じなんです。海にポーンって投げるとちゃんと同じ向きに立ったままになりますよね。実は浮体の中は空洞になっているんですが、バランスを取るために重りが入っているんです。例えばこの起き上がりこぼしも同じ原理です。これは何度倒れても必ず起き上がってきます。これも中に重りが入っているからなんです。ではこんな実験をしてみましょう。この試験管をこの海に見立てた水の中にそのまま入れるとどうなるでしょうか。いきますよ。浮かぶかな。いきます。倒れた。これじゃ発電できないよ。なので実際にこの起き上がりこぼしみたいに重りを入れていきます。こんなビー玉を何個入れていけばバランスよく浮かぶのか、実際に実験をしてみましょう。ではまずは1個入れてみます。さあこれでこのお水に入れるとちゃんと立って浮かぶんでしょうか。ではいきます。倒れた。ということはまだ重りが足りないということですかね。じゃあ2個目、さあ立って浮かぶかな。なんか一回こうね重さで沈みましたけれども倒れちゃいましたね。今度3つ目、今度こそは、今惜しかったですよね。ちょっとなんか頑張ってこうなってこうなってこうなったっていうね感じで今度4つ目入れていきたいと思います。どん。さあこれでいけるかな。いきます。おおおおお、なんかあ、なんかだいぶ安定してきたんじゃないでしょうか。え、浮いたよ。
まあでも実際海っていうのは波とか風とかすごいですから、ちょっとこれも波を起こしてみましょうか。じゃあちょっと揺らしてみますよ。まあ、こういうことですよね。実際はなんかもうちょっと安定しないかなということで、もうちょっと重りを増やしてみたいと思います。じゃあ6個目ですかね。はい、入りました。もうこれでなんか安定しそうな気がしますね。だいぶ沈みますね。沈んですごい安定してきましたね。じゃあこれでまた揺らしてみたいと思います。おすごいすごいすごい、めっちゃ安定してますよ。すごい安定してます。これだったらさっきの起き上がりこぼしみたいにしっかりとこの波が立ってもこのように、はい、安定しています。じゃあ実際にこの風車を立ててみましょうかね。実際こういうことですもんね。浮いてるんですもんね。これでいけんのかな。いきますよ。浮いたー、すごーい。まあどうやって浮かぶかって考えた時に、浮きと同じ原理から実際にこういう風に形にするって本当にすごいですよね。私実際に見てきたんですが、このお水の中にある部分、このお水の中の浮体部分には実は魚礁のようになっていまして、お魚がたくさんいたんです。そしてそこで獲れたお魚をこの風力発電で作った電気を使って調理しているような工場とかお店もあったんです。これこそまさに地産地消ですよね。これまでは模型でこの浮体式洋上風力発電の仕組みについて学びましたが、実際長崎県五島市にあるハエンカゼはもうこんなもんではなくてですね、とっても大きいんですね。私もハエンカゼの真下まで船で行ってこのように見上げてみたんですけれども、とにかく大きくて迫力があるんです。例えばそれだけ大きな風力発電を山の上でしようって思ったら、その大きなものを山の道を開いたりして、あと、まあ、車とか、ね、何台もこうね、あーっていう感じでそこに建てるのってとっても大変ですよね。ただ海であれば船などに乗せてそのまま運ぶことができますので、そういった面でも大きなメリットがあります。ぜひ今回の実験を通してこの浮体式洋上風力発電に興味を持ってくださるととても嬉しいです。また機会があればぜひ長崎県五島市にあるハエンカゼ見に行ってみてください。それではここでお知らせです。6月5日と6月12日に地産地消型浮体式洋上風力発電シンポジウムが開催されます。そこで私もこの模型などを使った科学実験ワークショップを開催しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。それではお待ちしてます。